はい、皆さんこんにちは、こんばんは、ふうです。本日はですね、金曜日から始まったハッピーセットの紹介をしたいと思います。ちょっと紹介が遅くなってしまったんですけども、我が家は、土曜日に購入してきました。家族全員で買ったので全部で4つ買いまして、店員さんがなるべく被らないようにということで4つおもちゃを選んでいただきました。見事一応被らずに、ゲットすることができたので、紹介したいと思います。まずはですね、週末限定のこちらマイメロちゃんのひな祭りポップカード、こちらをいただきました。まだちょっと組み立ててないんですけど、すごく可愛いなと思って、ちょっと今回はこれが欲しかったので嬉しかったです。でちなみにラインナップが、全6種類こんな感じです。そしてですね、我が家が出たのはまずこちら、コースターですね、こちらと、娘ちゃんの、一番希望していたクロミちゃんの鏡ですね。こんな感じで開きます。ちょっとこっち目にすると映っちゃうので、これで許してください。こんな感じのものと、あとこちら、ペットボトルケースか、はい、こちらをゲットしました。あと一つがちょっともう使っちゃってるんで、今ちょっと用意するの忘れちゃったんですけど、こちらの、日付カレンダー、こちらをゲットすることができました。で、あとはね、ちょっとどちらかというと、このペンケースとか、ちょっと小物入れっぽいのが欲しいんですけど、ちょっともう Mac はちょっとしばらくいらないかなと思って、多分これでうちはストップかなと思いますが、とりあえず娘が欲しいものがね、出たので、それは良かったかなと思います。ということで簡単な紹介なんですけども、ハッピーセットのマイメロちゃんのものを紹介しました。最後までご視聴していただきありがとうございました。